日本に原爆落とすって言ってた黒人配信者の身長が1 7 0センチなかった話で申したいやしてないけどタヌカナーとコラボしろみたいなツイートしてる人がおってさ見たいんやけどめっちゃちっちゃかったことないやっぱチビは攻撃性高いってほんまなんよなそれはもう肌の色とか関係ないよプラだってチビやしな原爆も落としたらなってしまうくらい攻撃性あるんじゃわよコビットゆえに黒人ってさがたいで絶対優れててほぼほぼちっちゃくなることってないと思っとったけどそんなことないんやなやっぱりチビえいやいや,いやもうチビは言いますよごめんなさいちょっとチビくらいしか自分言うことないんだよ 別に黒人煽ってないよ。ちび煽ってるだけやから。黒人なのにあのせいだったけん、国ではちびでいじめられすぎてあんな攻撃的になってしまったんやろ。みんなかわいそうと思ったけな。日本でさえあの身長でいじられんねんで。黒人であの身長やったらあいつがどれだけいじられてきたか。みんなそこに思いをはせたれ。そらもうかわいそうやろ。日本に来れば俺はガタイがいいんじゃないかと思って来たけど、意外と日本人もみんな背高くて、あいつは攻撃的になってしまったんじゃない <laughs> 時刻でのあだんかリトルボーイだったかもしれ。<laughs> あ、だから原爆ってね。